ビデオダイアリー、November the 30th, 2020 by Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan。 ビデオ日誌、11月30日、林博史です。こんにちは。先ほどまで私の友人と電話で話していました。私とほぼ同じ年の女性の方なんですけどもね。まあその方がですね、私に先生このところ変わったことありますかなんてね、まあ聞かれたもんですから、まああれこれ話しました。でその後のことなんですけども、まあその方はですね、あのいろいろとね、まあ悩んだり苦しんだり悲しんだり嫌な思いをなさっておられるようです。でどうしたらいいのってのが会話になったわけですね。で私ね、思い切って言ったんですよ。あまりそういうその説教っぽいことはですね、まあ言う柄じゃありませんしね、そういうタイプの人間じゃないんです。そこはどうか誤解なさらないでくださいね。あのこんな話を直接、まあ、面と向かってね、どなたかに、まあ、その人を意識して話すということはないわけですよ。ないというか、まあ、面と向かえばですね、当然意識するわけですけども、しかし、まあ、こう一般論としては話すことはあっても、面と向かってね、まあ、そのように、まあ、説教っぽく言うというのは私のやり方でもないし、そんな柄でもないし、まあ、つまり私は自分のことよくしてますからね。ですから、まあ、そういうことはおこがましくてしていないんですよね、実際には。しかしその相手の方がですね、私に、まあ、どうしたらいいの、どうしたらいいですかってのこと聞かれたもんですからね、私まあ思わず言ってしまったんですよ。あのね、 A さんとしておきますね、その相手の方のために祈ってみたらどうって、まあ、提案してみたんですよ。そうしたらびっくりしましてね、え、祈るんですかって言うから、そうですよ、祈ってみられたらいいですよって言いましたら、その A さんがですね、びっくりしましてね、私あんなやつのために祈るなんてことはできないわよ、なんていうおっしゃるんですね。で、まあ、その A さんっていう方はですね、まあ、時々愚痴っぽくおっしゃるんですけども、まあ、心底を憎んでいる人、心底を嫌っている人、まあね、そういう人がいるわけですね。まあ、そのいろんな人生、まあ、私の年になりますとね、過去にいろんなことありますから、まあ、騙されたり、ね、ひどい目に遭ったり、ね、現に今もその、なんて言いますかね、辛い思いをさせられたりっていうような人がやっぱりいるわけですね。皆さんもいらっしゃると思います。いらっしゃるとのおかしいですね。いると思います。私もいます。しかしですね、その A さんに私こう言ってあげたんですよ。あのね、今ね、A さん、あなたが一番憎たらしいと思ってる人は、あの人でしょって言ったら、そうですって言うんですよね。というのは、まあ時々ね、電話かけたり、まあ、もらったりしているもんですから、その A さんの身の上話というのは少しは知っているわけですよね。そうしましたら、そうですよ、あの X、 あいつはどうしても憎たらしいという感じですよね。許せないという感じなんですよね。だったら A さん、その X さんのために祈ってあげたらって言いましたら、え、何を祈るんですかっておっしゃるんですね。その A さん、あの X さんがね、あのまあ、A さんはとにかく電話すると時々その X さんの悪口が出てくるんですよね。今度はこんなひどい目にあった、あの X は私にこんなことをしたとかってね、話になるもんですから、私しているもんですから、じゃあ X さんのために祈ってあげたらどうって言いましたら、何を祈るんですかって言うから、その X さんが幸せになって幸福になって朗らかで楽しくね、さ、まあ、元気で暮らしてくださるように言って、その天に向かって祈ってみたらどうですかって言いましたらね、 A さんびっくりしましてね、あんなやつのためにどうして祈ることができるですか先生って言うんですよね。だって構わねえから祈ってごらんって言ったの私ね。そうす、まあ、祈るなんて、まあ、言葉の上では簡単な言葉かもしれませんけど大変ですよね。で私、まあ、ちょっとその前にちょっとその話もしたことあるんですけども、その上の向こう人に向かって、もっと言えば神に向かって祈るときはですね、これ真剣勝負ですから、まあ、インチキや嘘や、まあ、いい加減な、ね、遊び半分でしてはいけない、これはまあ当たり前のことですよね。ですから、まあ、その A さんにね、真剣に祈ってあげなさいよと、その X さんがね、幸せになるように幸福になるようにって話をしましたらね、その A さんが絶
対に先生できない、そんなことは考えもしません、考えられないって言うんですよね。それが心の壁だから、その心の壁を乗り越えてみたらどうですかって言ったら、ダメだって言うんですよね。それじゃあ Y さんどう、 Y さんはって、その Y さんという方はですね、 A さんに、いろんなもう迷惑をかけたり、金銭的な意味においてもですね、その A さんを半ば騙すような形で苦しめている方なんですよね。それも話もしてたもんですから、そのじゃあ Y さんにしたらどうって言いましたら、その A さんがですね、半ば嬉しそうにね、楽しそうにこう言ったんですね。先生、あいつね、今度がんになったんだよ、がんにって言うんですよね。ですから私、いやいや、そうじゃなくて、そのざまあ見ろっていうような言い方をするんじゃなくて、その Y さんのその病気がね、治るように祈ってみられたらどうって言いましたら、また A さんがですね、そんなことできるわけないでしょうって言うんですよね。確かにそうなんですよね。私も経験がありますからよくわかりますけども、その憎い人、嫌いな人、嫌いな人ですよね、それから恨んでる人、そういう人のために祈るっていうことになりますとね、かなり心の抵抗っていうのはあるわけです。つまり厚い壁がそこにあるわけですよね。それわかります。なかなかできることじゃない。でその後いろいろ話しましてね、それを乗り越えて話さない、その祈らない、乗り越えて祈らないと、結局は A さん、あなたがね、心のヘドロ、つまりそのネガティブマインドですよね、その恨む、嫌う、怒る、ね、憎しむ、いろいろあるんですけどね、そういうの、人間のマイナス方向に引っ張っていく感情、総称して私はネガティブマインドと呼んでますけども、ネガティブマインドがですね、心の中に張り付きますと、それが自分の心を重くするわけですよね。と同時に、それが一つの思考回路になりましてね、どんな場合においても、誰に対しても、いろんな、いろんなケースがありますけどもね、それぞれの時、相手によってですね、そのネガティブマインドっていうのはすぐにこう頭を出していますか、形成しやすくなるんですよね。でちょっとうまくいかなくなると、例えば誰でもいいわけですけども、例えばね、Z さんなら Z さんでいいわけですけども、 Z さんのことでトラブったりするとね、すぐにこうなってますかね、恨んだり憎んだり嫌ったり怒ったりというような感情が湧き起こってくるわけですよね。そういうもんなんですよね、人間の感情回路と言ったらいいかな、思考回路よりも感情回路の方が正確ですよね。つまりそうした感情に走りやすいということですよね。それがしかしできるとですね、自分の心が重くなるんですよね。ところがその感情を持っている人は自らを自分が重いと感じることはないんです。これはつまりどういうことかというとですね、自分の心の中にヘドロがあるかないかということは、ヘドロのある人にはわからないでしょうね。わかりません、これは。それがその人ですから。ところがですね、自分の心の中からヘドロが消えたときに、初めてそのときにそれまでの自分の心の中にヘドロがあったことに気がつくわけです。これが心のヘドロ論です。バイ・ハヤシヒロシって考えていただいて結構ですけども、心のヘドロっていうのはそういうもんなんですよね。ですから 年がら年中って言いますかね、いつも日常的恒常的にですね、人を憎んだり恨んだり嫌ったり、ね、怒ったりしている人っていうのは、自分がその心の中にヘドロがあるということに気がつかないわけです。しかし、その心の中からヘドロを取ってね、綺麗になった時に、それまでの自分がですね、実はヘドロってものをですね、心の中に溜めていたってことがわかるわけです。そういうことなんですよね。ですから私がね、いろいろ話している中でですね、その A さんはですね、いつもそのなんて言いますかね、ちょっと出てくるんですけど、老人になりますとそういう会話が多くなるんですけどもね、過去を振り返って、あいつが私にひどいことした、だからこうなった、こいつがね、ああいうひどいことしたから私はこう迷惑した、 あいつが私にこうしたから私はそいつを憎んでるんだ、恨んでるんだということを言うわけで、そういう話が多くなるわけですね。どうしてもね、それは老人性のいわゆる愚痴ということになるわけですけども、そういう話が多くなるわけです。でそれでね、 A さんに、私そうじゃなくて今ね、この電話もうすぐ切るけども、電話を切ったらその天に向かってね、その X さんなら X さんね、だから Y さんの子は X さんでも、 Y さんならいいようなこと言ったもんですから、じゃあ Y さんのね、病気が治るように、早く治って、健康になって元気になるように祈ってみたらって言いましたら、
できないなことできるわけないでしょうって言うんですよね。確かにそうなんですよ。皆さんの中にもそういう、まあね、例えば皆さんの中にも、皆さんというかね、あなたの中にも、まあ、憎んでる人、嫌ってる人、怒ってる人もあったけど絶対に許せないというような人がいるわけですよね。でそのあなたに向かってですね、私がその相手に向かって、相手って言いますか、相手の幸福、安穏、ね、平和、健康をですね、祈ってみてごらんなさいって言って、今私が今提案したとしますよね。すると多分あなたの多くはですね、まあ、そんなことできるわけないでしょうっていうふうに、まあ、言い返されますよね。言い返しますよね。はい。その気持ちはよくわかるんですよ。私自身もそうだったんですよ。んなことできないよってね、思うんですけども、それを乗り越えるわけですよね。その乗り越えるときに、まあ、かなり苦労と言いますかね、まあ、極端な言い方してからね、大げさに言えば、清水の舞台から飛び降りるような、なんて言いますかね、ママよってな感じでの思い切りが必要になってくるわけです。なかなかできないですね。崖っぷちに追い詰められて、それから飛び込むような、まあ、勇気となってますかね、度胸がないとそれできないわけですよね。で、私は A さんにこう言ったんですよ。まあ、その X さんのことはまあ、ね、いろいろあるから聞いてるけども、でも Y さんのことだったら祈ってみたらいいじゃないのって言いましたら、まあね、その A さんがおっしゃるには、先生、あいつね、今度ね、癌になったんで、癌にって言い方さなさるんですよね。ですから、ダメだよ、そんな恨みを晴らすような、相手がね、そういうなったことを喜ぶような言い方しちゃダメだよって、私そう言ったんですよね。まあそういうふうに説教するのは私の柄じゃないんですけどもね、冒頭で言いましたように、こんなこと、そんなこと人に言ったのは今回が初めてじゃないでしょうかね、個人的にね、対面しながら、対面というか電話ですけども、その直接その相手の方をですね、思い浮かべてその人の事情を知りながら、そういうふうにものを言うというのは今回が初めてだったんですけども、まあそれ私言ったんですよね。そして、いいじゃないのと、ね、その誰みんなその、ね、幸せになればいいわけですからね。そうですよね。私たちの知っている知り合いの人間の数なんてものは知れてるんですよ。100人か1000人かそれぐらいですよね。仮に今2000人3000人の人と今何らかの形知り合いを持っていたとしてもですね、この地球的な規模ほぼまあ70億を超えてるそうですけども、70億人の中の世界で見ればですね、1000人2000人なんてのは本当に点なんですよね。もうちっぽけなちっぽけな集団だということですね。1000人でも、おそらく5000人でもちっぽけですわね。そうでしょ。お金に例えて言うならば、70億あったらね、大金持ち。しかしね、まあ5000円じゃね、ちょっとこう生活できるかなってもって心配になってしまいますよね。まあそれくらいの大きな差がある。イコール、まあ仮に5000人の知り合いがいたとしても、宇宙から見れば本当に点のように小さい世界なんですよね。その小さい点のような世界の中で、特にその、例えばね、憎んだり恨んだり嫌ったりね、怒っている人、まあ、許せない人もいる、まあ、そういう人がいるということはですね、その中のまた天の点どうでもいいわけですよ。だからまあどうでもいい人なんだから、その人のために祈ってあげたらどうって言いました。できない、できないよ、はい、林先生できないよって頑張るんですね。その後もちろんですね、その A さん私にこう言うんですよね。じゃあ先生あんたできるんですかってこう聞いたもんで、で私ね、素直に言いましたよ。はい、できますよ。今ね、そういう時にそういう場面に出会うから、その都度私はそうしてますよって言ったら、まあね、褒め殺しの上手い人でね、偉いわー、先生偉いわーって言って感心するんですよね。だからまあ、私もまあいい、褒めてもらわなくてもいいけども、まあ私はやろうと、それをね、初めてやるときは勇気がいったし、度胸もいったし、辛かったけども、思い切ってやってみたら、心がすごく軽くなりましたよ。でその心が軽くなった時に、それまでの自分を振り返ってみると、心の中にヘドロがべったりとくっついたことがわかるんですよってことを言ったんですよ。本当ですか、本当にそんなに心軽くなりますかっていうのをおっしゃるもんでね、まあ、やってみなさいって言ったの私ね。まあその前の効果がなくてダメ元だからね、そうやって祈ってみて、それでそのやっぱり心が軽くならなかったら、ダメ元だからって言いましたら、またね、その A さんがね、偉いわー、先生、本当に先生偉いわーっておっしゃるんですよね。で私ね、まあそう、褒め殺さないでください。私も別に、適当なこと言ってるわけじゃないからって言いましたらね、そしたらその A さんがですね、じゃあ先生、心が軽くなったらどうなりますかって言うからね、それは A さん、もう目の前の世界が黄金色に輝き始めますよって言ったらですね、え、本当に輝くですかってこうおっしゃったんで、輝くですね。その
当にもう 前の世界がすがすがしくてね、黄金色に輝いて、そして頭上に青い空が輝いて、気持ちいいですよ、楽しいですよ、すがすがしいですよって話をしましたら、本当にそうなりますかって言うから、まあ、だから効果がなくてもね、ダメ元だからやってみなさいよって言った。じゃあやってみるようかな、でも難しいよ、私にはできそうもないわーってなことをおっしゃるんで、いいからやってみなさいって。そのね、効果がなくてもダメ元だからね、その時は あの林いい加減なこと言いやがったかなって思って、まあバカめって言って笑ってくれればいいから、だから私の言った通りにやって祈ってみてくださいって言ったら、祈るですか、じゃあどれくらい祈ればいいですかって言うから、私ね、まあそれは10分か15分でいいですよって言ったら、言いましたら、え、10分か15分でいいんですか、そうですよ、10分が15分でいいんですよ、その代わり一つ条件がありますよって言いました。何ですかって言うから、これは私本当に心底そう思ってますから皆さんにお伝えしたいんですけども、上の人、神に祈るときはですね、これは真剣でなくてはいけませんよ。めたらめったに、まあ、やたらめったにめったらって言いますかね、要するにいい加減な気持ちで遊び半分で祈ってはいけないということです。神と対峙するということはそれくらい怖いことであり、真剣勝負であり、まあ、なんて言いますかね、命がけのことだということですね。まあ、それが祈りの基本ですね。適当に祈っちゃいけない。それは私もそうしてます。それも皆さんもね、ちょっと心得ておかれると良いんじゃないかと思いますね。私はそれね、今までのその上の人との対話を通してそれを学びました。とにかくもう祈るときはもう真剣ですよ。命がけですよ。はい。で、それで祈ってみてくださいって言いましたら、その A さんがね、私できないわね、その Y さんならまだいいけど、あの X は許せない先生、あいつだけはもう死んでも許せないっていうことを言うもんですから、じゃあ A さん、あなた死ぬまでその憎しみ怒りね、そういったものを引きずっていくんですかって言いましたら、私は死んでもあいつだけ許せないと言うから、いや許してあげなさいって、そのためにはどうするか言ったら、その人のね、あの幸せ幸福を祈ってあげなさい。まず第一にどうするか言ったら、真剣に祈るときは相手のね、その X さんの笑顔を思い浮かべて、X さんのね笑顔をニコニコ笑ってる顔を思い浮かべて、そして真剣に心から心底心から天に向かってね、X さんの幸せを祈ってみてごらんなさいって言ったの。そうしましたら A さんがね、パッと言うんですよね、じゃあ林先生できるんですか、できますよ、いつもしてますよ、しかもね、慣れてくると5分や10分もかからないんですよ、瞬間5秒や 10秒で済むんですよ、心の中で念ずるだけで祈りになるんですよって言いましたら、またね A さんが、えらいわ先生、本当に先生はえらいわってとおっしゃるんですね。まあそういうふうに言われるとね、なんかね、まあ、本当に褒め殺されてるみたいな感じになってきますかね。ともかくもそういう感じで、まあ、押し問答がずっと続きましたね。そしたら結局まあ最後はね、じゃあ先生やってみるかな、今日これ今日やってみるかなっておっしゃったんで、いや今日はダメだ、今日は命はダメですよ、今この電話が終わったらすぐやりなさいって、そういうふうに言ったんですよね。そしたら A さんが納得してくれましてね、じゃあ誰のこと祈るかってことになってきて、じゃあ思い切って一番憎い人は X さんですねって言ったら、あいつだけはもう許せない、だからその X さんのために祈ってごらんなさいって言ったら、そしたらその A さんがですね、まあやってみるかな、しかしできるかな、あいつだけは、でもしかしまあ先生がそう言うんだからやってみようかなってっていうような感じでね、もうまあ苦しそうにおっしゃるんで、まあやってみなさいって、効果がなくてもダメ元だから、とにかくその X さんのために祈ってね、心を軽くした方が得でしょ、すがすがしくね、軽い心でね、軽やかに明るくね、楽しく生きた方が得でしょ、それともあなたはその今のね、そのヘドロのような心を死ぬまで引きずっていくんですかって言いましたら、私はそんなにも長くないからいいです、いいです、だからその残りの人生を、あと少ないだ少ないでもいいから、私も少ないんですけども、とにかくその残り少ない人生をね、軽やかに生きた方がいい、得でしょうって言いましたら、まあ、そう言われてみればそうですね、なんてね、いろいろとまあ説得、その押し問答がね、続いた、押し問答だけでも20分ぐらい続いたんじゃないでしょうかね、そういうね。それでその都度ね、あの言葉ですよ、えらいわ先生、本当に先生はえらいわって言っておっしゃるんですよね。でその度の話がはぐらかされちゃうもんですから、いやいやそうじゃなくてやってみなさいって、そうすればね、5分10分一生懸命祈ってみなさいって、
ここが重要ですけどもね、祈るときにやっぱり自分のためには祈っちゃいけませんね、皆さんね。私はこうなりたい、愛してください、愛してほしいっていうのは、それはもうタブーですね。まあ、そんなこと言ったって、絶対に上の人は言うこと聞いてくれないし、だいたいその近くにも寄ってきませんよね。だって神の立場で考えてごらんなさい。うるさいですよ、そういう、まあ、信者はね。信者って言います。私は信者でありませんけども。うるさいですよ。ああしてくれ、こうしてくれ、あれが悪い、これが悪い。ねえ、なんてもう年がら年中ね、願い事ばっかりでね。で、何もね、神のために動いてはくれないと。まあ、そういう人っていうのは神の側から見れば負担ですよね。そういうところ神だって行きたくないですよ。それが分からなきゃ皆さんが神だったらどうかということを考えてみればいいわけでしょ。まあ、それぐらいの想像するのは許されますからね。ですからまあ自分のために祈るということはこれはもうタブー中のタブーですね。はい。とにかくまあ、それもイエスさんに今日話したんですよ。自分のために言っちゃ祈っちゃダメでしょって言ったら、イエスさんがね、じゃあ誰のために祈るですかって、だから誰でもいいけども人のために祈るんですよって言ったら、またね、偉いわ先生って言って、まあ、耳で言ってね、まあ、タコができるほど聞いたわけですけども、要するに、まあ、そういうことになりましてね、結局まあ押し問答して、結果としてね、じゃあまあ今日ねこの電話終わったらすぐ祈ってみると、で時間はどれぐらいがいいって聞くもんですから、5分か10分、とにかく真剣に祈ってみてくださいって。そしたらそれで1回でいいかって言うから、1回じゃダメだと私言ったんですよ。え、1回じゃダメ？そうですよ、あのね、1回祈って自分の心が軽くなるのを感じたら、それをできるだけ長く持たせることが必要だけども、だいたいまあ1時間2時間もすると現実の世界に自分が巻き込まれていく中でね、また元に戻ってしまうと。それはもう人間の皆さん差がですよね。まあ、そういうその何て言いますか、せっかくいいね気持ちになって、その高潔ね、尊いね、こう何て言います、高邁な気持ちになってね、いわゆるまあ清廉潔白な清々しい気持ちになったとしてもですよ、現実世界の中でまたね動き始めるとすぐ戻ってしまいますからね。私だってそうだし、みんなそうだと思いますよ。がそういう時にまた祈るわけですよね。で、絶えずも何て言いますか、その祈りながら、まあ、つまりは自分と戦っていくわけですけどね、それは本当に大きな戦いですよ。憎い人のために祈るということはまさに自分との戦いですからね。嫌いな人のために祈るということはまさに自分との戦いなんですよ。憎しんでるね、怒っている人、もう頭に想像しただけで血がカーッと昇ってくる人のために祈るということは、これはまさに本当に自分との戦いになってくるわけですよね。それをまあ例えばね、その思いがまたふーっと出てきたら、また真剣に祈る。そしてまたスーッとまた出てきますからね、その心は。また祈る。そしてまたまた A さんがですね、じゃあずっと祈るですか。そうですよ、ずっと祈ればいいじゃないのって慣れてくると、まあ、ちょっとした雰囲気でもちょっとしたにあれふっとした油断にすると出てくるんですね、またね。私もそういう憎たらしい人間いますよ、いましたよ。今でも憎たらしいといえば憎たらしいんですけどもね、しかしそういう気持ちがふっと起きてきたら、すかさず祈るわけですよね。その人のためにニコニコと笑ってる、その人の顔を思い浮かべながらですね、どうぞ幸せになってくださいね、私はあなたがね健康で素晴らしい人生を送っていらっしゃることを心から念願してますよって言って祈るわけですよね。で、それは繰り返し繰り返し来るんですよ、皆さんね。そのことを言いましたら、私そんな繰り返しってことはできませんとかでいろいろ言うんですよね、押し問答ですよ。しかしそれでもそれを乗り越えるんですよ。やがてね、やがて瞬間にできるようになり、それがですね、3日持ち、1週間持ち、あるいは1ヶ月に1回ぐらいで進むようになるから、その時に自分を振り返ってみた時にね、初めて自分のその以前のね、それ以前の自分の心の中のね、ヘドロというものがたくさん溜まっていたということが分かるもんですよって話をしたわけですよね。で、冒頭の話ちょっと言いましたけども、要するに心のヘドロというのはですね、そのヘドロを溜めて、その中で考えている間には、そのヘドロというのは何だか分からないわけですよ。憎しみ、妬み、ね、怒り、恨み、いろいろありますよね。そういうのを、ね、怒り、まあ、それが怒りがいかんってブッダは言ってますけどもね、ともかくもそうした思いっていうのを言うのがですね、まあ、自分の心の中を塞いでいたなということが、その世界から抜けてて初めて分かるんですよね、振り返ってみて。そしてその自分を振り返ってみたときに、どうしたいうね、まあ、本当に下水溝のような世界に自分がいたんだろうってね、まあ、不気味で臭くてね、ドロドロした世界に自分はいたんだろうってことが初めてわかるんですね。出てみて初めてわかるんですよ。そうするとその向こうに黄金色にね輝く清々しい世界がある。それは本当に私そう思いますよ。皆さんもぜひね、
林博士、いい加減なこと言ってるな、騙されてるかもしれんな、よし、一回だけ試してみようじゃねえか、なんてね、思ってくださる方がいらっしゃいましたら、一度でいいですから、試してみてください。効果がなくてダメ元ですから、皆さんの中で一番憎たらしい人を思い浮かべて、そしてその人の幸福を祈るんです。はい。なかなか難しいですよ。しかし、その後、皆さんに跳ね返ってくるのがですね、まあ素晴らしい、すがすがしい、明るくてね、まあ空に抜けるようなその青い空に包まれた素晴らしい世界なんですよね。ですから、まあ、ブッダも言ってますね。それからシェイクスピアも言ってますね、同じことを。どういうことを言ってるかというと、愛は与えれば与えるほど自分の心の中で増えていくもんですよ、ね、なかなかいい言葉ですよね。まあ、それが愛になっていくわけですけども、愛というのは人に与えれば与えるほど、与えて与えて与え尽くすほど自分の心の中で大きく膨らんでいく、もっともっと大きくなっていくもんですよ。お金はそういうわけにいきませんけどね、人に与えたらどん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 減っていってしまいますからね。しかし愛というのはそういうもんだよということをですね、まあいろんな賢者、神はそのように言ってますね。はい。ですから、まあ効果がなくてダメ元、まあ騙されたと思ってやってみてください、言い方嫌いですからね、こういうケースの場合は。まあ、効果がなくてもダメ元と思って、まあ、やってみられたらいいでしょう。そしてその自分がですね、その世界から抜けてた時に振り返ってみるとですね、自分の心がいかに醜く、重苦しく、汚く、薄汚くですよ。そしてその心の壁にですね、べったりとそのいわゆるそのヘドロがくっついていたということがわかるわけです。まあ、そういうもんなんですよね。まあ、それだから、価値、その中にいる人は分からないでしょうね。そうしましたら、結局ね、その押し問答の結果ですけども、先ほどまでその電話をね、もうしつこく言い合ったんですけども、面白い方でね、そしてその、いつも面白い方なんですけどもね、何か言うと、偉いわ、先生って、ああ、私、偉いです、偉いって。で、この、なんて言いますかね、やってみなさいって、じゃあやってみるかな、一回だけでもいいかね、なんてことをしてあるんで、まあそう、一回だけって言わないで、一回やってみると、すぐその跳ね返しとしてね、すがすがしい、美しい心がなるから、それを気持ちいいと思ったら、またしばらくしたらやってみなさいって言って、それをね、繰り返し繰り返しやってみると、心が本当に軽くなりますよ。そして、ね、毎日が楽しくなりますよ。ね、そういうようなことを話しましてね、まあ、今頃多分やってくださっていると思いますけどもね、やるっていうふうに約束してくださいましたから、まあ、そういうことをね、今日、押し問答で繰り返して、そして、まあ、A さんにね、まあ、冒頭で言いましたように、私、まあね、偉そうなこと言って、直接的にね、相手が分かる状態で、その相手の人のね、生活、それから人間関係も知った上でね、そういうことを、まあ、どっかのね、まあそう言いましたね。そういえば、A さんこう言いましたね。先生は牧師さんみたいですね。って言ってまた褒め殺すんですね。あの方ね。いつも褒め殺すんですけども。先生は牧師さんみたいですね。あるいは聖職者かななんて言うものですから。いやいや、私はそういう柄じゃありませんから、そういうことは言わない。だけども、まあ、ねえ。私はそんな人間じゃありませんというような言い方をするしかないわけですけども、それとまた偉いわ先生って言ってね、まあ、そういうのをおっしゃってくださいましたけども、まあ多分今頃はね、すがすがしく晴れ晴れとした気持ちになっていらっしゃると思います。まあ、実際やってみるとそうなんですよ。でここから先は最後に一言ね、皆さんの中にはっていうかね、みんな持ってるんですけども、私もいますよ、いましたよ。しかし、憎い人いますよね。もう、絶対にこいつだけはね、墓場まで持って行って、憎んで、憎み殺してやるとかね、まあ、そこまでひどく思える人はどうかって、まあ、ありますけども、で怒ってね、これだけ許せないとかね、あるいは、恨んでね、もう2年も3年も5年も恨み続けるとかね、まあ、そういうことをする人は、もう心の中、ヘドロだらけなんですけども、自分ではヘドロを持ってるとは思わないでしょうね。横から見てると分かるんですけどもね、自分は自分でまともで正常で普通だと思ってますからね、そういう人というのは。でその都度折につけ、いろんな人を憎んで恨んで、社会が悪いとかね、国が悪いとか、まあ、あいつが悪いとか、親が悪いとか、息子が悪いとか、娘が悪いとかっていう、そういうふうにもう話をパン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 持っていくんですよね。いわゆる、まあ、感情回路というのは出来上がってますからね、なかなか簡単には壊れない。しかしそういう
一度そういう人間になってしまうとですね、もうずしずし、いやいや、不愉快ね、不平不満がぐち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 出てくる。ですから、まあ、年を取ったら特に気をつけなければならないわけですよね、そういうそのヘドロには。ですから、まあ、そういう自分と戦って、戦うんですね、これ本当に戦いですよ。皆さんもやってみられたらいいと思います。まあそうですね、皆さんに直接お伝えすることがあるとするならばですね、まあ私の皆さんに今日の話をしましたので、A さんの話をしましたので、まあ皆さんのことは全く知りませんけどもね、知りませんけども、皆さんの中でね、最も憎たらしい、最も嫌いで、顔を想像しただけで怒りがムラ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 ーと起きてくる人を一人選んでみてください。ね、その人をやっつければいいんですから。やつければいいんですよ。その人を心の中に描いて、その人の笑顔を浮かべて、そして5分10分といいですか、ここが大事ですよ。真剣に祈ってみてください。その人の幸福、その人の幸せ、同じことですけどもね、その人の安穏たる生活、ね、ご病気であるならば、その相手がね、その病気が治ること、心底心から祈ってみてください。で、その祈っている過程の中、あるいはその自分がですね、真剣に祈り切ったという思いの後にね、皆さんの心がどのように変化しているかと同時に、それ以前の自分の心がどのように見えるか、一度試してみられてはどうでしょうか。はい。そしてあなたはですね、すがすがしい気持ちで今日のね、午後をね、過ごすことができるんじゃないかっていうふうに、まあ、曖昧な言い方しません。できるものと私は確信しています。で、それをですね、繰り返し繰り返しやってますと、やがてね、今度は自分の中にその感情回路、思考回路ができますから、そういうそう思った瞬間に自分の別の心がですね、祈って、そして自分の心を救ってくれるということになります。それが真の心の救済ということになるわけですよね。その頂点に、その向こうに遠い光として私たちを見守ってくださっているのが、つまりは神ということになるのではないでしょうか。つまりそれが希望へとつながっていくって話にもなります。まあそこまで話を広げますとね、ぐちゃぐちゃしてきますから、ここで話を止めてきますけども、一度実験としてなさってみてください。ただし繰り返しになりますけども、真剣にです。では今日のビデオでありこれで終わります。で、最後に、まあ、一言ね、一言って言いますか、これは全然関係ない話ですけども、今日ね、去る2019年の10月27日ね、横浜会で起きました UFO 事件の動画の原画、元の原動画がですね、ポロッと出てきたもんですから、これはあの栗林さんという方にね、送ってもらったその、オリジナルの動画ですけども、それが手に入りましたので、今日はですね、高精細版でそれを皆さんにお届けしました。冒頭でお見せしましたのが高精細版ですけども、高精細版って言いますかね、そのいわゆる画質を落とさないで、その私のビデオ編集ソフトで編集して、それをレンダリングして、でそのレンダリングの時に時間がかかるんですね、高精細版は。ですから普通はですね、まあ、低画質にしてですね、まあ、その時間を早めるためにね、低画質にしてレンダリングかけて YouTube に載せるということをしています。ですから私は、まあ、率直に言いますと、ね、皆さんにお届けしている動画というのは私の編集ソフトの中でも最も低画質のものばかりです。しかし、ね、先ほど送りました3390の、いわゆるまあ高画質版というので送ったんですけど、2号か3号か4号か3号ですね、3号で送りましたけども、それはあの高画質ですから、もう一度見てみてください。それはですね、やっぱり横浜会でね、勉強会で私たちが勉強会している本当に終わる寸前の時にね、窓の外をですね、まあ私は UFO と判断してますけども、それが横切るという事件が起きました。今日の、ね、この動画の背景にはそれを流しておきますけども、まあ残念ながら今ご覧いただいている背景に使っている画像はですね、高画質ではありません。まあ、いわゆるまあどこかね、まあ、画質が落ちています。どこかでも落ちるか、比較してみると本当によくわかりますけどもね、落ちているということはよくわかりますけども、そういう動画です。しかし今日ね、改めて3390のね、3号だったと思いますけども、高画質版をですね、皆さんにもうすでにアップロードして、まあ、皆さんにご覧いただける状態になってますけども、そういう動画です。それをご覧いただきますとですね、2019年の10月27日、横浜市のね、5階、あのビルの、5階で起きたあの事件がですね、
ただの事件ではなかったということを皆さんにも確認していただけると思います。で、高画質版は3390-35で見てください。では今日はこれで失礼します。最後までどうもお聞きくださいましてありがとうございました。先生らいわーって言ってくだされば本当に嬉しいです。では皆さんさよなら。バイ。It was October the 27th, 2019. It was when I was holding a study session in the room on the fifth floor of a hall in Yokohama, Japan. A strange object crossed the outside of the window. It was really an unidentified flying object, but I here show you another video taken at that time. This is a much higher resolution image than the images I have delivered before so far. 2019年10月27日のことです。横浜市にある会館の5階の部屋で勉強会を開いていた時のことです。窓の外を奇妙な物体が横切りました。それはまさしく未確認飛行物体ということになりますが、その時撮影された画像を皆さんに改めてご覧いただくことにしました。今までお届けした画像よりさらに高解像度の画像ということになります。広し林、浜松シティ、ジャパン。今までお届けした画像よりもさらに高解像度の画像ということになります。今ご覧いただいているのはですね、その物体ですが10分の1スローにしてあります。このようなものがですね、窓の外を横切ったというわけです。で、1秒ごとにですね、画像を切り出してつなげてみました。で、こうすることによってですね、窓の外をどんな物体が横切ったかがわかるというわけです。ただ全体に 2.5 秒を一度10倍にしたわけですから25秒、それをさらに1秒ずつカットアウトしたものですから長くなっていると思います。実際にはもっと横縮みした形ということになります。まあ、このような物体がですね、2019年の10月27日窓の外を横切ったということになります。窓はですね、ガラスはすりガラスになっていました。しかし奇妙なことにですね、当日その窓の外にありました、鉄骨の足場などはこのすりガラスには映っていません。で、こうしてつなげてみるとですね、このような物体が浮かび上がってきたということになります。もう少し横縮みした方が正確なのかもしれません。ともかくもこのような物体がですね、窓の外を横切ったということになります。これは何かということですけども、私林浩司は小型の UFO であると判断しました。形的にはですね、アダムスキー型 UFO ということになります。まあ、これと同じような UFO がですね、エリア51においてですね、ボイド・ブシュマン氏によって撮影されています。その詳細な検証版などはですね、別の動画の方で紹介していますので、またそちらの方でご覧になってください。で、当日はですね、この物体がですね、窓の外を横切ったわけですけども、もう一度5回ほど皆さんにご覧いただきます。で、一番左の方にもう一本ですね、カーテンの隙間がありますが、そちらの方にその物体が、まあ、等速度で走り去っていくのが分かります。ちょっと見にくいかもしれませんけども、一番左にカーテンの細い隙間があります。そのカーテンがですね、瞬間暗くなりますから注意してご覧になってください。
中央部をですね通り過ぎた物体が左の方でちょっとそうちょっとですね、まあ、影を作って去っていったということになります。でその後ですね、まあ、勉強会、まあ、その物体が現れたのは、まあ、勉強会が終わる直前だったということになりますが、その後皆さんがですねご覧になった方たちがですね、まあ、私も見たという形で、まあ、騒動になったというわけです。で窓の外はこのようになっていました。ということで今言いましたようにさらに詳しくはですね別の動画でご覧になってください。まあ、今回はですね私の方で高解像度版に編集し直して皆さんにお届けしました。では今日はこれで失礼します。バイ。